はい、皆さんおはようございます。今日は私は北海道にいます。けいこちゃんおはよう。はい、えりさんおはようございます。いつもありがとうございます。あ、ふみさん今日お休みでしたね。ご参加ありがとうございます。お休みなのに朝早く起きていただいて嬉しいです。ありがとうございます。知ってるお名前が上がるとやっぱり嬉しいですね。はい、おはようございます。嬉しいです。ニコちゃんマークが可愛くってありがとうございます。はい、今日は北海道から私はやってるんですけど、ね、お家は沖縄で、今私は北海道っていうちょっと対極なところにいますけど、はい、なんか気持ちが良かったら外からやろうかなと思ってたんですけど、あいにく今日は北海道は雨です。はい、おはようございます。あ、お姉ちゃんおはようございます。はい、今日はですね、トラウマとの向き合い方と、瞑想ではですね、自分を許す瞑想っていうのをやってみたいと思っています。はい、あきみょんさんおはようございます。あんにょん。はい、で、そうですね、このトラウマというものの、捉え方からまずやっていけたらいいかなと思います。でもしお時間のある方がいらしたら最後までお付き合いください。で、もしですね、途中で、退席しないといけないっていう場合もですね、YouTube の方に後ほどアップしていきますので、よかったらそれを見ていただければいいかなと思っています。なおみちゃんおはようございます。はい、ではですね、このトラウマの捉え方、そしてトラウマというのがどういったものなのかっていうのをまずちらっと見ていってみたいなと思っています。アニーさんおはようございます。はい、そうですね、そのトラウマというもの、これは大きく分けて4種類あるというふうに言われているんですけれども、まず1つ目、それはですね、実際に被害体験をした場合ということです。はい、あ、さくちゃんさんおはようございます。はい、この被害体験というものは、そうですね、大きく分けてこう災害に遭うとか、あとですね、事故に遭うとか、あと暴力とか、そういったもの、この3つの被害に遭うということですね。これが、含まれてきます。はい、あ、アニアニさんありがとうございます。おはようございますっていうコメント嬉しいです。はーい、はーい、ヒロさんおはようございます。アンナゴさんおはようございます。あ、ってことはカズミちゃんかな、おはようございます。はい、アルハゴソさんおはようございます。あ、お久しぶりです。おはようございます。嬉しいです。そうですよね、お久しぶりです。はい、お忙しい時間割いていただいてありがとうございます。あ、京子さんおはようございます。京子さん、私も同じく今北海道にいます。京子さんは札幌ですね。はい、あ、リノモンさんおはようございます。ご参加ありがとうございます。千恵子さんおはようございます。はい、で、この被害体験についてだと、そうですね、これは被害っていうことなんですけれども、実際にですね、例えば自転車に乗っててどこかにこうぶつかってしまって、それが怖くてもう自転車に乗れないっていうのも、これもトラウマの、被害体験の一つに入ってきます。はい、あ、ユミさんコメントありがとうございます。おはようございます。はい、あ、アルハゴソさんもおはようございます。ありがとうございます。はい、はい、で、こういったですね、暴力体験を経験してしまったりとか、あと事故に遭ってしまうっていうのもその一つですね。そして自然災害とかの、被害に遭うっていうのもその一つ、これが一つ目の被害体験になります。はい、そして二つ目、これは間接体験というものなんですけれども、これはですね、自分が実際に体験したことではないんですけれども、例えば映像を見ることとか、あとですね、こうそういった話を聞くことで、それを想像したことによって、実際自分がこう被害を、その被害を実際に受けたような感覚になってしまう。で、それによってトラウマを埋めつけられてしまうっていうのも、トラウマの一つです。はい、あ、マリちゃんおはようございます。そうなんです。なので、例えば私の場合で言うと、子供の頃にですね、親が
日曜映画劇場みたいな、それでですね、プレデターかな、プレデターの映画を見てて、でその内容がですねすごいショッキングで怖くって、なんかこう敵が見えないって何みたいな、で見えない敵と戦うっていうね、シュワちゃんが戦うやつなんですけど、あのそれを見た時にですねすごく怖くって寝れなくなってしまったっていう経験があります。で、あの結構子供の頃それを引きずってたと思います。あとあの戦争の映画とかを見て実際になんかこう自分がそれを体験したような感じになって怖くなったりとかっていうのも、間接体験の一つですね。はい、なのであの今とかだとね、なんかこうすごく残忍な映像っていうのがネットに上がってて、たまたまそれを見てしまってトラウマになってしまったりとかっていうこともあったりしますよね。はい、そういうのもこの間接体験の中の一つです。はい、であのね、特に子どもの時とかっていうのはまだそういうことを一切知らない状態で、であのすごく感受性とか想像力が豊かな状態でそういうのを見てしまうと、そういった間接体験によるトラウマっていうのが生まれやすくなってしまうっていうのもあると思います。はい、それが間接体験2つ目ですね。そして3つ目、これは加害体験によるものです。で、高齢の場合はですね、そうですね、あの戦争に実際に行かれていて、で、あの、まあ、戦争っていうのはこう自分の意思とは関係なく、その敵国の誰かを殺さなければいけない状態っていうことになりますよね。で、そこで、自分が加害者になってしまう、誰かを殺してしまうとか傷つけてしまうとか、そういった状態に陥ります。で、それをですねもうずっとこうトラウマとして抱える。なのでこう第二次世界大戦経験された方っていうのはずっとその加害体験によるトラウマっていうのを抱えていらっしゃる方っていうのも結構いらしたと思います。で、アメリカの方ではですね、今でも実際にこうシリアに行ったりとか、っていうことがあるので、今でもその PTSD トラウマっていうのを抱えていらっしゃる方が結構多いですね。なのであの実際に戦地に行って帰ってきた方々をこう何とかして癒すっていう、そのトラウマを癒していくっていうような運動っていうのはすごくアメリカでは盛んに行われているものですね。うん、はい、あ、アナさんおはようございます。マサさんおはようございます。はい、で、この加害体験によるトラウマっていうのが3つ目なんですけれども、そうですね、あのこの加害体験にトラウマ、もしくはこう実際にこう被害体験っていうのを受けたっていうこと、このトラウマの2つですね、この2つっていうのをなんか実際にトラウマとして見られるっていうことがすごく多いんですけれども、実際はですねこの間接体験、何かを見てしまってそれがトラウマになるっていうような、これも、立派なトラウマの1つということを理解していただきたい。そして、同じく4つ目、自責の念による、トラウマというものもあります。これもですね、あのトラウマとして自分本人がですね取っていない場合もあったりするんですけれども、例えばですね、あのアメリカだと同時多発テロありましたよね、 9/11。 この同時多発テロの時にですね、あのこう同時多発テロが起こりました。で、実際にビルがそれがクラッシュしてしまった、ビルが潰れてしまった。で、そこの中でですね、一生懸命人々をこう何とかして助けようとするっていう、あの消防士の方たちがいらしたんですね。で、その消防士の方たちっていうのは一生懸命そうお仕事をされてて、で、こう生存者がいないかとか、でもしそこになんか亡くなっている人がいても、あのその亡骸をどうにかしてこう助け出してあげたいとかっていうふうに活動をされてるわけですよね。で、実際に私その9/11の時っていうのはニューヨークに住んでいたので、ニューヨークの住んでるあのアパートのですね、こう屋上から実は見てたんですけれども、あのこのビルが実際にこうクラッシュする瞬間っていうのをこう目の前って言っても、まあこう大きい、すごく高いタワーなので、私が住んでいるこうミッドタウンって、私はあのちょうど真ん中あたりですね、マンハッタンの真ん中あたりに住んでたんですけれども、それでもそのビルがこうガラガラガラって潰れていく瞬間が見える。で、あのこの2機目が突っ込んだ瞬間とかも見えるっていう状態だったんですね。で、
本当にですね、この瓦礫とかをかぶって、でも本当に灰色になった人たちがこうバーって道をこう歩いてくる、逃げてくるっていうような状態っていうのをこう目の当たりにしている状態だったんですけれども、そこで働かれていた消防士の人たちで、その消防士の人たちっていうのは、一生懸命お仕事をされてて、でなんとか助け出そうとされてるんですけれども、一人の消防士の方がですね、そうなんですよ、さくちゃんさん衝撃ですよね、結構衝撃的な体験で、あの時はかなりショックを受けたの、なんかもう本当に目の前で起こっていることなのに映画を見ているような気分になるっていう。で実際にですね、この目の前にこう灰とかこういろんなこうものをかぶった人たちが逃げてきているのを見て、あ、これは現実なんだろうなっていうふうにこう感じたっていう、なんかすごいことが起こってるんだなっていうのを感じたっていうのを覚えてます。はい。で、その消防士の方ですね、一人の方いらして、こういろんな方を救出したりとか、こうもう本当に亡くなってしまってる、体だけれども、なんとかしてこう助け出してあげる、でせめて瓦礫の中から出してあげるっていうことをねなさっていたんですけれども、一人ですね、この赤ちゃんの体が瓦礫の下の方に見えたと。で赤ちゃんの体が下の方に見えたんだけれども、その安全上の懸念からですね、どうしてもそれがですね助けることができなかったっていうことで、もう一旦戻るしかなかった、で今自分の持ってる装備ではその赤ちゃんを助けることができなかったっていうことで、彼は戻ることになってしまったと。で、それ戻ってきてですね、で戻ってきてそのこう瓦礫の山とかちょっと離れたところに行った自分の消防車ですね、この自分の消防車があるところに戻ろうとした時にですね、すごいたくさんの方がこうフラグを持ってて、でありがとうって言って、あなたたちはヒーローですって言って、すごいなんか口々に言ってくれているっていう状況だったんですね。でその状況を目の当たりにした時にですね、実際に自分はそういうふうにヒーローとかありがとうとか言われているけれども、その赤ちゃん、もうそこの瓦礫の下にいて赤ちゃんを助けることができなかったっていう、もうそのすごい自責の念に駆られた、でそこでもう泣き崩れてしまったんですって。で、そういう方もいらして、でそこで泣き崩れて、で自分が何もできなかった、自分はすごく力がないんだ、非力なんだっていうふうに思ってしまった。で、それでですね、こう自分をまずそこで責めること、そして、この自責の念によるトラウマっていうのは2段階あるそうで、自分が何もできなかった、非力だということを感じて自分を責め続ける、これが、第1段階。そして2つ目としては、そのあと何かできたんじゃないか、本当は自分は何かできたんじゃないかっていうふうに思ってしまうこと、それも、自責の念によるトラウマの一つになります。はい。でこの4つ、大きく分けて4つの、トラウマというのがあるんですけれども、そのトラウマっていうのは本当に大きいものだけじゃなくって、すごく小さいもの、最初の方にもお話しした自転車乗ってて電柱にぶつかっちゃった、でもう自転車に乗りたくない、乗れない、これもトラウマの一つです。で、例えばこう誰かと親と口論をしてしまったとか、で親と口論をしてしまって、で、自分の意思はこうなのに絶対こうじゃないといけないっていうふうに言われてしまって、自分の意見を通すことができなかった、で、それによって何かが起こってしまった、でそれも自責の念によって自分を責め続ける、こういったことも、トラウマの一つです。で本当に小さなものもトラウマとして捉えていいんだと思います、もしそれが自分が忘れられないのであればですけれども。はい。でそういったものっていうのはどういった感情をあなたに植え付けるか、私たちに植え付けるかっていうと、なんかこう自分が何もできないっていう非力感、そして孤独感ですね。で、自分は一人で、そして他に誰も自分を助けてくれる人がいないっていうふうに思うこと、でそういった感情っていうのを植え付けてきます。で、どういったものを、どういったふうなこう症状が現れてくるかっていうと、不眠だったりとか寝れなくなってしまったりだとか、であとなんかこう無気力、何もする気が起きなくなってしまったりとか、
で、あと自分を責め続けるっていうことですね。でそういったものもあると思います。で、このトラウマっていうのはですね、なんて言うんでしょうね、なんかすごい頭の中に昔の写真のネガみたいなのが残っているような状態で、何回も何回もこうリピートして現れてきます。でこのリピートして現れてくることによって、何回もですねその辛い思いっていうのを再体験してしまうっていうことですね。これも、こうトラウマの症状の一つなんですけれども、この何回も何回もこう出てきてしまうこの時、こういった時にどういうふうに対処をしていくかっていうことを今日お話ししていけたらいいかなと思うんですけれども、この何回も何回も思い出してしまう時って皆さんどうされてますか？この何回も思い出してしまうんだけれども、それをこう一生懸命忘れようとして振り放ってないですかね。で私は結構そうだったんですね。なんかもうこう何回も出てくるけど、もうそんなのにとらわれてる自分はおかしいんだっていうふうに思う。でそんなのにとらわれてる自分は弱いんだっていうふうに思う。で、あ、そんなのにとらわれちゃいけないんだっていうふうに思って、一生懸命その映像っていうのをこう頭の中からこう消そうとしてしまうんですね。うん。でその消そうとしてしまえばしまうほど、もしかしたらその時は何かでちょっと気が紛れて忘れるかもしれないんですけれども、このリピートして頭に戻ってくるっていうのが収まらないんです、一生。でここで、ちょっとトライしてみてほしいなと思うのは、もしですよ、それが可能なのであれば、自分がその体験したトラウマの出来事で、その時にこう、まあ、映像を見ることによって再体験をするわけですよね。でその時に同じ感情っていうのがまた蘇ってきてしまうんですけど、それを何とかして俯瞰してほしいんです。でその自分が今こうその状態にいないっていうことですね。今自分は別の状態にいて、別の場所にいて、でもう年齢も重ねていってとかっていう状態で、そのこう実際に起こったところから月日がちょっと経っているっていうことですね。でそれを自分にまず言い聞かせてほしい。なのであなたは今本当にこのそのトラウマ体験が起こったその場にいないっていうのを実感してください。今自分は別のところにいる、で別の空間にいる、別の時間にいるっていうことをしっかりと自分に言い聞かせてほしい。それが一つです。で、そしてもしですね、できることなら、でこれやっていく上で辛すぎるときは何回でも逃げてください。で逃げることっていうのは最大の防御です。で辛いこと、もう本当に自分が耐えられないぐらい辛いことっていうのに耐える必要はないです。でどうしても辛い場合はそこから逃げてください。でどうしてもこのこれを行っている時ですね、このトラウマっていうのを一回見つめてみるっていう時に、辛すぎる場合っていうのは一回そこで区切って大丈夫です。辛すぎるから逃げてください。はい。で我慢できる辛さであるのであれば、まず自分にそれが、今実際に自分に起こっていることではないっていうことを、認識させること。でそして2つ目、自分がそのトラウマ体験を抱いた時に持った感情、どうして自分がそういった感情を持ったのかっていうことをちょっと振り返ってみてほしいです。でここは結構辛いことだと思うので、本当に辛い場合は逃げてください。でもうそこに一回向き合わずに一回逃げる。でもし時間が経っていけそうであればもう一回トライしてみるっていう風に繰り返していっていただければと思います。でさっきも言いましたけれども、辛いっていうのは当たり前の感情です。で逃げるっていうのも当たり前の行為です。でこのトラウマっていうのが起こったことに対して、その実際にそういったものが起きてしまったっていうことに対して、絶対に自分を責めないでください。でそれはあなたに起こってしまったことで、あなたが辛いのも悲しいのも苦しいのも当たり前です。でその苦しみとか悲しみとか辛いっていう感情を
出せる人が周りにいらっしゃるんであれば話してください。本当に自分が信頼できて安心できる相手の人がいらっしゃるんであれば話してください。でそれを話して自分がこういうふうに思ったんだっていうことをシェアしてください。でシェアすることでですね、心がちょっとふって軽くなる時もあります。はい。でもしそれができるようであれば、やっていただければいいかなと思います。そして、このトラウマっていうのがちゃんと向き合うことによってなんですけれども、必ずいつかは癒えるものであるっていうことをしっかりと分かっておいてください。はい。で瞑想っていうのはですね、それを助けてくれる一つの方法であったりもするので、よかったら一緒にやっていただければいいかなと思っています。でどうしてもですね、辛すぎる場合っていうのは本当に専門家の力をですね借りていいと思います。うん。でもしですね、この病院に行くとかそういったことが嫌っていうのであれば、こうグループとかですね、そういったこう人たちのグループっていうのがですねあったりするので、そういった人たちのグループに入って仲間の助けを借りる、同じような体験をされた方の助けを借りるっていうのももちろん方法の一つです。うん。でそこではですね、こういろんなシェア、お話のシェアっていうのが生まれてくると思うので、こう話をシェアすることによって、自分を俯瞰してみることができるようになってきます。その体験自体っていうのを俯瞰してみるようになってきます。でそうすると少しずつ落ち着いてきて、その現実を受け入れていけるようになってくるっていうのも、あります。はい。なので怖がらず、そうですね、そういったグループに参加していただいてもいいかなと思います。うん。はい、はい。あ、けいちゃんおはよう、ありがとうございます。はい。そして、何よりまずこう孤立をしないっていうことが一つかなと思っています。で私たちはですね、あなたを助けてくれる人っていうのは必ず周りに存在します。うん。なので、助けを求めるっていうことに、躊躇をしないでください。あ、キーちゃんおはようございます、大好きな美穂さんって嬉しいこと言ってくれるじゃん、キーちゃんありがとうはい、私も大好きです、キーちゃん会いたいなはい、はい。では、もう一つですね、こう自分を癒してくれるツールっていうものですね。これは心理学でいうコーピングスキルっていうものなんですけれども、このコーピングスキルっていうのは自分が落ち着くもの、何でもいいんです。落ち着く香りとか、はい、あとですね、落ち着く音楽を聴くとかで、美味しいものを食べるとか、何でもいいです。自分が幸せになれること、自分が元気になれることで、この心もですし体もですし、例えば私の場合だとヨガやると元気になるからヨガやるとか、フラ踊るとなんかこう内側からなんかこう元気が湧いてくる気がするからフラやるとか、そういったこともあるんですけれども、そういった、自分を癒してくれるもの、自分が心地いいと感じるもの、心も体もですね。でそれをたくさん持つ、でソースが多い方が得ですはい、もう何個誰々が持ってるからずるいとかそういうことではないので、はい、できるだけたくさんのものを取り入れていただければいいかなと思います。でちょっと不安を感じた時にはこの香りを嗅いで落ち着くとか、ね、そういった方法もあります。ね、私今参加してくれてるマリちゃんにアロマオイルっていうのを作ってもらってるんですけど、そのアロマオイル、これを嗅いだ時で、これを嗅いだ時、こう自分がこう全然別の場所にいた感覚っていうのを思い出して、その感覚っていうのがすごく落ち着いていたから、匂いを嗅ぐことによって落ち着けるとか、そういったのもありですね。なのでこうアロマとかを調合してくれる方にですね、自分のお気に入りの香りっていうのを調合してもらうとか、そういうのも一つの方法ですね。はい。で、そうですね、なんかこうなんとかこう自分が楽になるっていうもの、それを探すっていうのは決して逃げではなくって、で自分が楽になる方向、自分の体が喜んでくれる方法っていうのをちゃんと探してあげる。でこれが、私たちが生きていく上で一番重要なことかなと思っています。はい。
なので、もしですねそういったこうコーピングスキルっていうものをたくさん持つことができたら少しずつ楽になっていくかなと思っています。はい、では、今日の瞑想に入っていきたいと思います。はい、それでは、楽な姿勢で座っていただく、もしくは寝転んでいただいてもいいかなと思います。はい、今日もお付き合いください。では瞑想入っていきたいと思います。ゆっくりと目を閉じて、自分の呼吸へと意識を向けていきましょう。自分の呼吸を徐々にゆっくりした呼吸へと落ち着けていきます。胸だけではなくてお腹までしっかりと空気を届けてあげましょう。呼吸が落ち着いてきたら、自分の胸へと意識を集中していきましょう。自分の心とつながっていきます。自分の胸に意識を集中する、それは自分の内なる目で、自分の胸の真ん中、そこを見るということです。息を吸ったり吐いたりするたびに、あなたの胸が上下しています。その感覚に身を委ねていってください。今あなたがいるこの空間、この空間は安全な場所です。あなたに害を与えるものは何もなく、害を与えてくる人もいません。この空間にいるあなたは安全です。今、あなたの胸が思っていること、考えていること、その中にトラウマがあったら、あなたの体験したトラウマ体験があったら、それをそっと見つめていきましょう。この空間にいるあなたは安全です。その体験によりあなたは深く傷つきました。無力感を味わいました。悲しみました。孤独を味わいました。その感情と戦うあなたは真のヒーローです。その感情や感覚、それを抱き恐れていた自分、その自分が
目の前に立っているのを想像してください。それはあなた自身です。そのトラウマ体験を負ったあなた自身です。ゆっくりとその自分自身の目を見つめてください。そしてその自分自身に言い聞かせてください。あなたはもうその場にいません。あなたが同じ体験をすることはもうありません。頑張ってくれてありがとう。心を守ってくれてありがとう。あなたは一人ではありません。あなたは守られています。ゆっくりとその自分自身を、目の前に立っているトラウマ体験をした自分自身を抱きしめてあげてください。傷ついた心を、悲しみ、心の痛み、孤独感、非力感、それが言えるのには時間がかかります。ですが、あなたが守られていること、それをしっかりと覚えておいてください。今この瞬間も、私たちは母なる地球、父である太陽からの無限の愛を受けています。抱きしめた自分自身にありがとうと伝えてください。ゆっくりとその抱きしめた自分自身を自分自身と統合していきましょう。その抱きしめたあなた自身がゆっくりと自分の心へと戻っていきます。あなたの体へとゆっくり重なっていきます。
どうしても辛い時、助けを求めることを躊躇しないでください。逃げることを躊躇しないでください。あなたの心が正しいということ、正しいと思うこと、そこに従ってください。あなたの心は常に私たちの魂のソースとつながり、正しい方向へと導こうとしてくれています。何かに迷った時、常に自分の胸に質問をしてあげてください。自分の胸へともう一度意識を戻していきます。胸の鼓動、感覚、そこに意識を集中してみてください。あなたは守られています。あなたは愛されています。それではゆっくりと意識を自分の呼吸へと戻していきましょう。トラウマと向き合うことはたやすいことではありません。今ここで私と共に一緒にトラウマに向き合ってくださったこと、そのあなたの勇気に感謝します。自分と向き合えたこと、自分の中にあるトラウマと向き合えたこと、その自分を褒めてあげてください。ゆっくり進んでいくことで、必ずいわしは訪れます。ゆっくりと両手をこすり合わせていきましょう。その両手で両目を覆っていきます。ゆっくりと鼻から息を吸いましょう。口から吐き出していきます。もう一度鼻から息を吸って口から吐き出していきます。3回目鼻から息を吸って口から息を吐きながら、ゆっくり両目を開けていきましょう。最後鼻から息を吸って口から吐きながら両手を解放。はい、本日もありがとうございました。あ、安井さんおはようございます。ひよみさんおはようございます。みきさんおはようございます。はい、おはようございます。皆さんご参加どうもありがとうございました。もし途中からですねご参加いただいた方いらしたら、今日の内容 YouTube の方にですね後ほどアップしておきます。はい、あ、にゅーにーさんコメントありがとうございます。辛いトラウマがありました。初めて瞑想に参加させていただきましたが、心がスーッと透き通った感覚を受けました。ありがとうございました。あ、嬉しい嬉しいコメントです。ありがとうございます。そうですよね、辛いトラウマっていうのはどうしても
手放していくのが、大変だったりするんですけど、もう本当に少しずつ、ほんの一歩一歩、このステップで、少しずつ楽になっていけると思うので、はい、よかったら続けていただければ嬉しいなと思います。けいこちゃん、ありがとう。今日もありがとうございました。さくちゃんさん、お声がとても気持ちよかったです。って嬉しいです。ありがとうございます。えりさん、今日もありがとうございますっていうコメント、ありがとうございます。こちらこそ本当にいつも参加していただいて嬉しいです。ふみさん、ありがとうございました。また前進しますっていうことで嬉しいです。はい、そうですね、ふみさん、お仕事がお休みの時まで参加していただいて嬉しいです。ありがとうございます。はい、なおみちゃん、ありがとうございます。はい、えりさん、そうですよね、今週もまた新たな気持ちで頑張れますって嬉しいです。ありがとうございます。アロハゴーソさん、ありがとうございましたっていうコメント、ありがとうございます。はい、まりちゃん、今日もみほさんに癒されました、ありがとうございました、嬉しい、ありがとう。私はまりちゃん のオイルに毎回毎回癒されてます、ありがとうございます、とってもお気に入り。はい、はい、かずみさん、今日もありがとうございましたのコメント、嬉しいです、ありがとうございます。みきさん、初参加でした、ありがとうございました。そうですよね、みきさん、ありがとうございます。ここでもつながれて嬉しいです。はい、あち、ちえこさん、ありがとうございましたのコメント、ありがとうございます。はい、本当にこうやって朝の瞬間、月曜日でお忙しい時なのにご参加いただいたことに本当に感謝しています。はい、また来週もですね、よかったら参加していただければと思います。あ、きょこさん、ありがとうございました、嬉しい。なんかこう北海道にいるっていうのがきょこさんとつながってる気がして嬉しいですね。はい、ありがとうございました。北海道満喫してくださいって、あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、ちょっともうちょっとね、11日ぐらいまでいるので満喫していきたいと思います。美味しいものいっぱいあるので、京子さんにおすすめいただいたアスパラも早速食べました。昨日美味しかったです、ありがとうございます。はい、それでは皆さんにとって素晴らしい1週間となりますように。はい、私からちょっとパワーを送ります。はい、では皆さんも良い1週間をお過ごしください。マハロノー、マラマポノー。